近畿自動車道は大阪府水田市から松原市へ至る高速道路。略称は近畿道。高速道路ナンバリングによる路線番号は半和自動車道とともに E26 が割り振られている。法律上の正式な路線名としての近畿自動車道については口述する。中国自動車道及び大阪府道2号大阪中央環状線と合わせて 大阪市の郊外を環状に結び、大阪外環道を構成する。北側と南側を直接結ぶ。近畿道の開通前はなら、南大阪、和歌山方面から明信、中国道方面へ抜けるのに、阪神高速道路1号環状線の経由が必要だった。最高速度は、水田インターチェンジから茨城本線料金所跡の間が時速60キロメートル。 それ以外の区間は時速 80km である。西日本高速道路による道路名としての近畿自動車道は、高速自動車国道の近畿自動車道天理、水田線に指定された区間のうち、一般に水田ジャンクション、松原インターチェンジ間の高速道路を指し、近畿自動車道伊勢線や名古屋神戸線、鶴ヶ線など別の法定路線名に指定された近畿自動車道の 区間については別の道路名で区別される。高速路線図法律上の正式な路線名としての近畿自動車道は以下の各路線の総称である。国土開発幹線自動車道の予定路線の近畿自動車道は以下の通りとされている。高速自動車国道の路線の近畿自動車道は以下の通りとされている。これらについて営業中。 事業中の道路名に区分すると以下のようになる。以下では、ネクスコ西日本が営業する道路名としての近畿自動車道について詳述する。休憩施設は、上り線の矢尾パーキングエリアと下り線の東大阪パーキングエリアの2カ所設置されており、東大阪パーキングエリアは、コンビニエンスストアのセブンイレブンが営業中。上り線の矢尾パーキングエリアはトイレのみとなっている。 ガソリンスタンドやレストランの設置されたサービスエリアパーキングエリアはない。ハイウェイラジオかつては均一性であったが、2017年6月3日 ETC 利用を基本とする対距離性に変更された。非 ETC 車は単純支払い方式のままで利用可能な最長区間に対する料金となり、同じ区間、車種でも方向によって料金が異なる場合がある。 事業許可上は、区間料金制とされており、既存の大距離制区間とは、利用距離を通算しないで別に料金を算定する。料金水準は大都市近郊区間と同等であるが、HETC 社の負担増などを考慮し、激変緩和措置として、下限、上限料金が設定されている。同時に、料金体系が変更された西名ハン及び、阪和道と連続して通行する場合、 松原 JCT を境に、それぞれの道路の料金を合算する。ただし、近畿道と半和道を連続して通行する ETC 車に限り、合算後の料金に対して上限額が設定される。なお、松原 JCT の隣にある長原インターチェンジや、半和自動車道の松原インターチェンジで乗り降りし、松原 JCT を利用する場合は、長原インターチェンジ。 松原 JCT 間、または松原 JCT、松原インターチェンジ間の末端区間の料金は請求されない。これは近畿自動車道及び阪和自動車道が松原 JCT を境に均一性の料金制度を採用しているためである。料金制度上は松原 JCT が起点である。ただし、長原インターチェンジ、松原インターチェンジ間のみを利用する場合は、 特定料金がかかる。また、阪神高速14号松原線と相互利用する場合も、長原インターチェンジ、松原 JCT 間、または松原 JCT、松原インターチェンジ間の末端区間の特定料金が請求される。車種間料金比率も見直され、均一性であったときは普通車と中型車が、 同額に設定されていたが、既存の大距離制区間と同じく普通車より、中型車を高く設定するようになった。これについても激変換は措置があり、本則は普通車1に対し中型車1.2のところ、2022年3月までは、中型車1.07としている。時間帯割引、大都市近郊区間扱いのため、2014年4月1日以降は深夜割引のみとなっている。 均一性であったときは、料金を徴収する、料金所1箇所の通過時刻のみで判定していたが、2017年6月3日以降は、入り口発見方式の道路と同様に入り口と出口の2箇所の通過時刻でもって判定する方式に変更され、フリーフローアンテナの通過時刻も判定に用いる。大阪都心流入割引2017年6月3日、開始。 阪神高速1号環状線の出入り口と、第2京阪道路、阪神高速13号東大阪線、西名阪道及び南半那道路の指定出入口との間を相互に通行する場合、森口 JCT、阪神高速12号森口線経由、東大阪ジャンクション、阪神高速13号東大阪線経由、松原 JCT、 阪神高速14号松原線経由のいずれを選択しても最安料金となる経路の料金と同額になるよう本道路及び阪神高速の料金を割り引く24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成2002年度日平均交通量ありがとうございます